いいサイズ、サイズアップした。おナイス。こんだけ大きかったらね、いろいろ食べられますよ。柔らかくできてますね。ルル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 。皆さんこんにちは、杉田千尋です。社長です。こんにちは。こんにちは。今日はですね、神奈川県川崎の中山丸さんから夜アナゴ釣りに行ってきます。今の時期、東京湾江戸前のアナゴ釣り、めちゃめちゃ美味しいアナゴが釣れるんですけれども、ここ最近、去年とかもう実は挑戦はしてるんですけれども、去年ね釣れなかったんですよね。で、今年は釣果を見てたらすんごいたくさん、連日4月の20日ぐらいからですかね、いろんな船宿さんでもう平均10匹ぐらいが釣れてて、トップは60匹超えなんていう日もあったみたいなんで、まあ私でも今日は10匹以上は釣れるんじゃないかなと思って、こんな雨模様ですけど挑戦しに来ました。江戸前アナゴ天ぷらと煮アナゴ寿司ね。一本アナゴ寿司食べたいよ。大きいサイズ釣らないとできないからね。夜アナゴ釣りの釣り方なんかもご説明できたらと思っています。まず夜釣りなんでね、この黄身ホタルをつけていきます。開けるとこういうチューブが入ってるんですけど、このチューブは先にリーダーのところに通しておいて、そこからサルカンをつけないとこの黄身ホタルをつけることができないので注意してください。日本竿で今日やっていくので、この黄身ホタルが2本入りで、このチューブは1本入ってるので4等分にカットします。風が強い時だと、まあ、飛んでちゃったりもするんで、事前に準備しておいた方がいいですね。通してあげて、で、サルカンをつける。で、このケミホタルを開けます。釣り場に着いたら、このケミホタルをつけていくんですけど、まずパキッと割って、今出店前なんで割らないです。チューブに差し込んで固定します。ちょっとね、硬い。これで OK です。重りは今日は船長から25号でお願いしますってことだったんで、こちらの25号のいつもの釣りと違う形の重りを使います。サルカンにつける。で、そこに針の形がちょっと特殊になってて、私は自宅で自分で作ってきたものと、あとね、こういう市販のものもあるので、慣れてないよって方はこういったものを用意するといいと思います。ここにカシッとつける。まあ、1本だとちょっと物足りないな。2本つけるんですけど、1本は長め、1本は短めにして、こう餌の位置が変わるような形でつけていきます。はい、こんな感じでセッティング完了です。餌のつけ方はクッと針に通して、とにかくひたすらに折りたたみながら団子状になるようにつけていきます。そんで、女の子が大嫌いな作業なのに全然大丈夫。頭の部分を先に引っ掛けると結構つけやすいです。あ、で、うま、まあ、たらしの部分は風がいい時はもう2-3センチぐらいなんですけど、あんま良くないなって時はもうちょっとたらし長めにしてもいいかなっていう感じです。こんな感じよ。連日ね、結構船が混み合ってるみたいなんですけど、雨模様のせいか結構広々釣りができそうですね。あとは釣れてくれればいいんですけど、30分でポイントに到着しましたんで、釣りスタートです。お、な、食われてる。社長、隣にすごい上手な人がめっちゃ釣ってる。え、もう発はあるんですか。もう2本釣られてます。実は、はい、糸が緩んでたら絶対当たり来ないから、はい、落とした時に、はい、ポツってこう重りがつくでしょ、はい、その手前でもう止めちゃってるんで、竿がしなってこう取って回転する。そうそうそう、これをずっと繰り返してます。で、落とす時の方に前あたりが来る、はい、もうブルブル来てる時は魚が来てる時だけど、はい、魚って餌を食って、はい、ガブッていってからこうブルブルってこうひねってちぎってくるように餌が捕食するんだけど、はい、この時はブルブルなんだけど、その前に
触った瞬間っていうのがあるから、はい、糸が緩んでたらそれが分かんない。あ、じゃあもう常に張ってるように気をつける、うん、これこれをね、船が揺れてる中で、はい、ずっとこういうこうやってリズムよく。わかりました、ありがとうございます。リズムよくちょっと一回竿を一本にしてやりますわ。集中してみる。当たるんだけどかかんないの。なぜだ。そうガガってくるんだよね。合わせてあ失敗したっていう時に2種類あって、はい、小さいやつは、はい、あれバレたんだけどついてる時がある。あーあバレたと思ったらもう一回話したかった。あこれやる気になってくればもう一回来るから。餌垂らしてるのがいいんじゃないのお前。そうだな。お前は行ってこい。ラッキーアナゴちゃんも待ったことに。おお。来た。はい。おおやった。ありがとうございます。釣れた。なんか可愛い。それじゃあバケツの上でやった方がいい。はいはい。おおあやだやだ。穴に入って逃げちゃうとこだった。いる。来たよ。マジで？うん。ちっち、置き竿で釣れた。あ。バレた。いや。いるのかな。来た。ラッキーアナゴ。おい。ちっちゃい。かわいい。これがないんだよね。うん。あ、これ何ですか。あんまりそこの方でじーっとしてると、はい。下にやられちゃう。今つきそうだったってことですね。そう。うわ。いいサイズ、サイズアップでしょ。いや、まあ、うん、そんな。ついてた。こんなちっちゃいよ。よかったね。かわいい。4本目。俺、さっき怪しいって言った時あったじゃん。あれ、もうついてたんだね。そう。一旦あげるべきだね。うん、あの、ちっちゃいのもいるから。今、釣りが始まって1時間経ちまして、社長が4本、私が3本です。ナイス5。また気づかない間にこのサイズの。おめでとうございます。極小。なぜコツは日々が釣れました。そのサイズね、結構いるんだよね。でもこのサイズでも当たりがあった。一応あるんだよ、前当たり。でもね、かすかに合わせると消えちゃうんだよ。おお、置き竿で来てたよ。6本目。ちょっとサイズダウンしてきたね。
ついた。え、それは沖縄じゃない方？7やで。7、俺8。なんとか積み上げしようぜ。初の。頑張ろうぞ。寒い。去年よりも明らかに穴子釣りとしては、ね、初心者の人でも楽しめる状況になってきてるような気がする。う、ね、うん、死ぬほど簡単ってわけじゃないんだけど、この状況だったら坊主食らうことはないかもしれないね。まあ、でも今日本当に思ったのは、餌の付け替えはマジで大事。本当に釣りたいなら、2分に1回は餌を確認して変えてやっていけば、うん、その誘いが上手な人はもちろん釣るんですけど、そうじゃない人でも、この磯辺のパワーで寄せることができるんじゃないかなと思います。今のチョークはこんな感じです。数はね、いい感じなんだけど、ちょっとサイズがちっちゃいのも混ざってんで、こんな感じです。9本目で。9本目。あと1本。あと1本。いざ。釣った穴子、とりあえずまな板に綺麗に並べてみました。広げると結構いいサイズが多かったです。今回一番大きかったのはこれ、一番最後に私が釣ったやつですね。こんだけ大きかったらね、いろいろ食べられますよ。アベレージサイズかなっていうのが、まあこれぐらいのサイズだったんですけど、なんか普段お寿司で食べてるのとかこれぐらいのサイズじゃないですか。こう切ってちょうど一貫にしたらちょうど良さそうなサイズの、もう十分な釣果という感じですね。天ぷらと煮穴子を作っていきたいと思います。煮穴子はとりあえず一本寿司で食べてみたいんで、この一番大きいやつで作ってみよう。で、天ぷらは逆にサクサク感を楽しみたいんで、ちょっとその小ぶりなこの辺とか一本でこうサクッとした感じに仕上げていきたいなと思います。まずは全部下処理していきます。沸騰したお湯をまんべんなくかけていきます。でかけるとこう白いぬめりが浮き上がってくるので、これがちゃんとぬめりを出せた合図です。氷水に入れます。これでしばらく冷やします。 1,2 分置いてキュッと冷えたらザルに入れます。水を切ります。大きいのでしょうか。戻したら包丁の後ろ側を使ってこんな感じでこそいでいくと、こう白いぬめりが取れるので、これを全部取っていって下処理が完了します。天ぷら揚げていきます。天ぷら粉はね、ちょっとこういうダマが残る感じでやった方が上手に揚がります。温度は190度に設定してます。で、ごま油をちょっと入れてあげると香ばしくて美味しくなるので、普通の油とごま油で9:1ぐらいになってます。それでは揚げていきます。いけ。
いただきます。天つゆにつけて。おく、この煮汁は酒と醤油とみりん、お砂糖を適量好みで入れましたので、お好きな味で作ってみてください。一煮立ちしてきたらアクが出てくるのですくいます。ちょっとずつ。ちょっと煮汁が多かったかもしれないな。アクがあんまり出ません。アクがだいぶ取れたので、ここで落とし蓋をして弱火で10分煮込みます。中でグツグツ煮立ってくれて、裏表両方に味が行き渡ります。ちょっと味見したら全然硬かったんで、もうちょっと煮ます。こんなもんでしょう。追加で10分ぐらいゆっくり煮込みましたんで、もうこれで良しとします。ご飯の準備 OK です。あっち穴子を乗せる。ちょうどいい。わさびじゃなくて柚子胡椒にしました。つけながら食べたいと思います。いただきます。柚子胡椒をちょっとつけて。柔らかくできてますね。とろける。うまいな、これやばい。自分で作ったと思えない。東京湾の天然アナゴは全然違います。めちゃくちゃ美味しい。ご視聴ありがとうございます。チーチャーフィッシングクラブでは関東メインフィールドに日本全国四季折々の船釣りを発信しております。この動画が面白い、また見たいと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。インスタグラム、フェイスブック、ツイッターもやっておりますので、そちらもチェックしてみてください。また釣り場でお会いしましょう。またねー。